皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。はい、特殊武器から、鉄線から、毎度毎度、いろんな武器についていつもご質問させていただいてるんですけども、今回もたくさん並べていただきました。はいはい、これら、すべて十手であるということですね。十手と その類のものっていう。その類のものも出していただいたということで、はいはい、アニメとかですね、はい、海外の方もご存知の見てらっしゃるアニメとかでも、はい、よくこういうのを使っているキャラクターが出てきます。はいはい、ただ、やっぱり何もご存じない方からすると、これ結局そのこういうのがついてるけれども、どうやって戦うんだとか、そもそもこれ、うん、誰が何のために使ったものなのっていうのが分かってらっしゃらない方が非常に多くて、はいはい、今回の動画ではですね、十手っていうものがそもそも何なのか、どんな種類があるのか、うん、実際にこうやって使って戦うことができますっていうご紹介をしていただければと思っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで早速たくさん並べていただいたんですけれども、形が違うものだったりとか長さが違うものだったりとか、うん、いろんな種類のものがあるんですね。オーソドックスなものっていうのはまだあるんですか？こういうのいわゆる、あ、ここに置いてあるこれがいわゆるっていうものがですね、オーソドックス。で、十手はね、はい、なんだ、地方とかでも形違ったりしたの。地方とかこう暗いね。なるほど、うん、誰が使うかによって、ね、そうそうそう。で、極端なことを言えば、はい、L 字の鍵は不条役人のね持つものだっていう。不条約、うん、引く人。そうなんですね。逆にこれがですか、うん、だから上の人は唾になってる。あ、なるほど。確かにちっちゃい丸い唾が。そうそうそう。この中には、はい、本物はね2個しかない。そうなんですね。あとはみんなねこの頃作ったもの。なるほど。十手はねそんな集めてないので。いや、まだまだあるんですけど、ね、すごいあるんですけど。でも今先生がおっしゃったその、うん、暗い身分っていうお話があったと思うんですけど、うん、どういった方々がそもそも十手って使ってたんですか？あ、だから取り物ですよね。取り物、うん、ご用だご用だっていう人たち。あの人たちってのはいわゆる警察に当たるような立ち位置なんですか？そうです。今でいう巡査とかあの辺の人ぐらいの身分はみんな。そういう人たちは刀は持てなかった？もちろんもちろん。刀を持てずに代わりこういった武器を。そう、刀も持てないし殺す権限もないんですよ。捕まえるのが仕事だから。だからいろいろね知らない人がいてね、決して心が広いわけじゃないんですよ。どうしようか。だから殺さないで相手を制するからような、なるほど、部分なんですけど、じゃあ実はね殺すときは殺すんですよ。昔は許可があればというか、うん、許可じゃないです。例えば取り物をしてるじゃないですか。で、棒を持ったりね、こう縄持ったりしてる人で、これだこれだってやるじゃないですか。そうですね。で、取り逃がしそうになることってあるじゃないですか。そうですよね、逃げ切られてしまう、うん、殺せないわけだから。殺す道具も持ってないし、とにかく生け捕りにしろって、はい、生け捕りにしてどうするんだったら事情聴取やるわけだよね。で、それで取り逃がしそうになる時があるでしょ。取り逃がすって自分の失態になるわけですよ。そうですよね。で、取り逃がすよりはマシなことっていうのがあるわけ。そこでね、ご助力って叫ぶの。ご助力、はい。そうすると周りに行って、この刀刺して傘かぶってる役人ね、あの人たちは武士なんですよ、立場がね。うんうんうん、したらその傘かぶってるね、こうやって見てた人たちが、ご助力って言われて、うん、つって出てくるんです。で、上位つって切っちゃうんですよ。つまり、侍に助力とは、取り物ごっこなんか手伝わないんですよ。はいはいはい、そう。だから決して心が広いわけじゃないの。殺す権限がないから、棒だの、十手だのって話。まあ、さすまたとか袖絡みとかもみんなそうだけどね。トゲトゲって。そうそうそう。で、失敗しそうになったら、ご助力って叫ぶんですよ。あ、それは自分たちはできずに。そう。で、だから侍に助力とは、助力としか言えないんですよ。助けてくださいと。で、侍がそれを出てって手伝うなんてことしないので、しょうがないねっつって、ジョイって言って、ね、上のいって言って。だから殺す権限のある人とない人の共同作業なんですよ。結局それ組織だから、お前らは生け捕りにせよ。だから刀なんか持ってる必要もねえし、持つ立場でもねえだろうって。で、いざってなったら、うん、そういう人たちが別にいたってことですね。そう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 。こうやって見てんの、見てんの。で、助力って言われたらしょうがねえなっつって出てって。そういうことね、うん。ちょっとね、生々しい表現になっちゃったけどね。で、これだいぶ大きさとか長さが違うのは、その地方の違いっていうふうにおっしゃった部分と。あ、これはね、当てにならないとこある。本物とおっしゃってたその2つはどちらになるんですか？これとこれ。おー、こことここなんですね。うん、で、これはちょっと特殊なもんなんで、十手って言っていいのかね。これは指揮棒、指揮棒が鉄でできてるっていう状態なんで。指揮棒？こうやってほら、だから 竹の節になってるわけ。うん、
竹の棒でこう支持するやつね。すごい。だこういうのはあの下の人は持たないわけ、逆にね。竹でこうやって竹の棒でこうやるあれを鉄で作ってやって、凝っててね、あの竹の枝を落とした時にくぼみができるでしょ、はい、そうですね。そのくぼみも再現してやるの。ああ本当ですね。だいぶ一つ大きにね、一つ大きに、そういうまあ凝った品物、でこれはねあの文鎮なんです、はい、文鎮、文鎮、あの書道とかそう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 、まあこうやってね使えますけど、はい、こっち真っ平らなんですよ。うん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 、だからこう文鎮なんですね。置くことができる。そうで、どんな人が持ったんだろうってところは、これは私の憶測になるんだけど、はい、多分奉行所とかで、はい、こっちばっかやってる人いるでしょ、はい、書類書いてる人、うんうんうん、その人がね遊び心でね作ってこうやって置いといた私物なんじゃないかなと思う。あ、なるほど。そうで、何かの時は使えるよみたいなね、うん、緊急時には。そう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 、多分そういうものじゃないかなっていう、まあ、心得としてはいいかもしれないですよね。そうそうそう、確かに、うん、でこれは古いものです。これは古いもの、ね、それ以外はもう基本的に現代もの、現代ものです。全部現代もの、なるほど。そうそう、これは持ってないです。うん、これは稽古用ね。うん、稽古用の木のもの。すごい長いですね、この真ん中のやつは。そうそう、ああですか。ああ、あのこれは誰かが後で巻いたんだね。あ、これもあの現代ものですから。こんなに長いもの昔もあったんですか。はいはいはい、あります。めっちゃもう脇差し入れも長いんですよね、全然、うん、ただこれバランス考えて作ってないんでね、うん、めっちゃバランス悪いです、ここの感覚がちっちゃい。そうですね、もうちょっと欲しいやね。うーん、そうそうそう、確かにで重たい感じますよ、重たく感じで、そうそう。でこのおっしゃったこの鍵詰めですか。 L 字の鍵ね。 L 字の鍵、うん、これがついてるものがちょっとし下の人でっていう、で妻のやつが上っていうのをおっしゃったと思うんですけど、うん、まあ、まるっきり下でもないんだけど、あるところ境にってことね。どういう理由でその下の人たちの方が比較的この L 字がついてることが多いっていう。詳しくは分かんないけどもね、うんうん、結局実際にこれで引っ掛けるとかね、うん、そういうことに使うのでね。あ、具体的に使うところが多いのでっていうところですね、うん、あとは火事場の役人が持ってたやつでね、飛び口があるんですよね。飛び口、はい、手鍵で、それが全部鉄でできてて、これぐらいのサイズにできてる、ひっくり返すと10点になるっていう、そういう変わったものもあります、なるほど。そう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 、こっち返すと手鍵で、こっち返して持つと10点っていう。本当にいろんな種類があった、ね、うん、そう、いろんな種類がある。あとお坊さんの如意棒みたいな形ね、こうこうしてなって、それにこう10点の鍵ついてて、ああいうのは多分ね、寺社奉行とかのところで働いてる人が多分持ってたんじゃないのかとかね。うん、お坊さん自体の御神具だったのか、如意自体を鉄で作ってあるものもあるんでね。で、あれ赤く塗っちゃえば気がつかれないんで、なるほど、鉄道が呼ばれないですね。そう、お坊さんも違う意味で刀はね持たないですから、うん、だけど昔はお寺自体も自分たちで守んなきゃなんないって言って僧兵がいたりね、僧兵の人たちはなぎなた振り回したり槍しごいたりしてたわけですからね。そうですね、心があったんですよね。そうそうそう、ちなみにあの奥にこの、うん、木線を置いていただいてるんですけれども、うん、これも、はい、これただの私の稽古道具ね。あの神道無双流杖術に一角流十手術っていうのがやっぱ付属してるんですよ。あ、そちらに。そうそうそう、十手術で全部の技じゃないんですけど、はい、二刀で用いる型があるんですよ。その時片っぽに鉄線持つことになってるんで、十手と鉄線でこう受けたりこう加えたりっていうのがあって、それの練習用です。それでセットで木でできてるものなんですね。そうそうそう、これはあの私が師匠のやつを写した、はい、鉄工所で写してもらったって、その十手術の金属のやつね、はい、そう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 、ここがあのこう球体 R がついてるんです。はい、ほら、そうですね、尖ってますね。そうそうそう、でここで房で目つぶしするようにしてピャッとこうやってでやるってそうそうそう、全然見えなかったですよ。そうそうそう、はい、ここも武器だったってことですね。そういうこと、そういうことです。はあ、確かにこれそれ以外のやつも確かに全部、そうそうそう、だから若干形違いますけど、これのはちょっとハートの形になってて、そうそう、猪目型ね。で十手ってね、二丁で用いるってことあるんですよ。二つ目っていう。そう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 、だからその際はその際はこういうセットになるわけ、本来ね。あ、同じ、要するに鍵なしと鍵あり、ちょっと似てますね。似てるけどね、そういう使い方になるんですよ。片っぽを鉄線にしちゃったっていう話ですね。はあ、なるほど。そうそうそう、はい、ありがとうございます、はい、では実際に十手を使ってこんな風に戦っていた、うん、まあ、じゃないかっていうことだったりとか、実際もし紹介していただける技があればと思います、うん、はいはい、はい、よろしくお願いします。なんとなくね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい。
うわぁ、どこ訪れるから、うわね、チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。